そんなあんましなかったんで、まあ人によってそのあたりは違うようです。さあそれでは土俵上時間になりました。木村玉次郎軍配を返します。過去の対戦豊昇龍の4勝、阿武咲は3勝です。変化、叩き込み、豊昇龍の勝ち。いや場内からもため息です。これがありましたか。まあまあまあ勝ってないからねっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、なんとかこれで星を五分に戻しました。まあまあこれもね、あるって頭に入れとかなきゃいけない阿武咲もってのもあるけど、まあ見てるお客さんとしてはね、こういうのがはやっぱり熱戦をね、しかもやっぱ豊昇龍阿武咲ってなるとこうとかすごい激しい取り組みになるんじゃないかっていうのを期待はしてるからね、やっぱまあこういうため息もね期待の表れなんですよ ね、まあ、そうですね、激しい取り組みを期待してたからこそっていうふうになるっていうね、はい、コメント欄注文相撲決まった、突っ込んでいったな、うん、ああ、簡単手がたくさん飛び交っています。うまいと言ってる方もいらっしゃいます。豊昇龍勝って3勝3敗、星を五分に戻して明日竜電です。阿武咲は敗れて4勝2敗です。明日は若隆景と対戦いたします。